こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。土曜、土をつかさどる独身いう神さんが支配する期間や、土を動かす、犯すことはしたか言うて言われとる期間やよ。不成就日、読んで字のごとく成就せえへんゆけよ。一粒万倍日ついとるな。一粒の種が漁船に増える。えもんばかり増えたらやけど悪いもん増える可能性あるさかい気ぃつけて。憲法記念日、日本国憲法の施行を記念し国の成長を期する。まあ期待するやら心に誓うやらいう意味らしいわ。六曜は全部、何事も控えめに。午前は今日で午後は吉。今日の干支は日の戸う。日の戸が影の日で、うさぎが影の木やさかいに、これから音読五行を読むと木が燃えて火を生むいうことで、そうせ物事が順調に進むいうけや。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。